エイシン・ロンバードとは日本の競争馬である。馬名は冠名のエイシンとサンフランシスコにあるロンバードストリートのロンバードが由来となっている。2004年10月10日に京都競馬場で行われた2歳新馬戦でデビューするが単勝5番人気で5着だった。このレースでは鈴鹿フェニックスが単勝1.3倍と圧倒的な1番人気に 指示されていたが急着という結果に終わっている。翌週に、連投で挑んだ2歳未勝利戦で勝利し、デビュー2戦目で、初勝利を挙げる。2005年、この年2層目の3歳500万下クラスのレースでは、マルカラスカルに敗れたが、この年5層目の3歳500万下クラスのレースで、メルシーエータイムラを相手に勝利し2勝目を挙げた。2連敗した後に、大井競馬場で行われた例 メトロポリタンノベンバーカップに出走し2着となった。その後にそうしたが勝利することはなかった。2006年、この年8層目の相模特別を制し3勝目は、続く、と賀のう特別で3着、魚沼特別では、アロンダイトに敗れたが2着となった。2007年、2月28日の湯浅サブローの定年解散に伴い3月1日から尾崎県、旧舎に、手む屋となり、 この年3層目の立川特別では、デビュー以来初めて一番人気に、支持されるが4着だった。その次像は5着だったが、4月の大梅特別を制し4勝目を上げた。しかし、昇級初戦の立下ステークスでは一番人気に、支持されたが12着という結果に終わった。続く、香港ジョッキークラブトロフィーでは、前走の惨敗から7番人気だったが、レースを制し、 29戦目でようやくオープン馬となった。重賞初挑戦となった。マーキュリーカップでは2番人気で3着。アソステークスでは1番人気に支持されたが5着だった。そして10月27日の武蔵野ステークスは雨の不良馬場で行われ、レースでは見事な逃げ切りで重賞初勝利を挙げた。自走は第8回ジャパンカップダートに出走するものの13着だった。2008年、 門松ステークスに出走するが8着。続く、ネギスステークスでは12着。さらに自走は、フェブラリーステークスに出走登録を行ったが、除外されて、衛星牧場育成センターへ放牧に出された。放牧を終えて5月29日に帰球し、7月21日のマーキュリーカップに出走13着と大敗した。2009年は、 交流重賞の佐賀記念から指導したが、7着に、敗れた。続く、二川ステークスでは13着と大敗した。その後は障害競争にも挑戦したが、11着に、敗れている。休養を終えて2010年5月23日の、東海ステークスで復帰。中断追走も、直線で失速し15着と、どの負けを喫した。 レース後の5月26日付で JRA 競争場登録を抹消。笠松競馬に席籍したが再デビュー戦で勝ったものの、この一戦のみで競争場を引退した。その後は愛知県の青井城馬クラブで功労馬として余生を送っている。ありがとうございます。